動画をご覧の皆さん、こんにちは。橋本市保健福祉センター生き生きルームの小西健太郎です。今回の橋トレはヒップエクステンション。前回お尻の筋トレを仰向けで行いましたが、それが難しい人向けのトレーニングです。もちろん仰向けのトレーニングができた人もやっていただいて OK です。動画の中でトレーニングの姿勢について触れていくシーンがあります。気をつけられるところだけで大丈夫。筋力がついてくるとトレーニングの姿勢は勝手に綺麗に整っていきます。トレーニングにはまずやってみる、その気持ちがとても大切になってきます。では早速行ってみましょう。それではやり方説明していきます。まず四つん這いになって片方の足を伸ばしましょう。足が床についていても問題ありません。置いておいてください。次は伸ばした足を上にぎゅーっと持ち上げます。上がるところまででこれも OK です。で下ろしましょう。持ち上げるときに腰が反ったりしないように目線は床を見ておきましょう。持ち上げる時のポイントは膝が曲がらないようにすることです。膝が曲がってしまうと別の筋肉を動かしてしまうことになるので、しっかり膝を伸ばした状態で上に持ち上げてゆっくり下ろす、ゆっくり上げてゆっくり下ろす、これを気をつけてください。それでは10回3セットいってみましょう。今回のこの動画では右足ばかり3セット行います。動画が終わってからもう一度左足を3セットやってみてください。それでは最初の10回いきましょう。右足を伸ばして目線は下を向けます。膝を伸ばして持ち上げましょう。せーの、1、下ろして OK です。2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。体の調子に合わせて30秒から1分の休憩を取りましょう。それでは2セット目いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、OK です。30秒から1分の休憩を取りましょう。それでは最後の3セット目いきます。目線はしっかり下を向けて10回、せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
右足が終わったので次は左足。動画を巻き戻して頑張ってみましょう。トレーニングお疲れ様でした。動かした筋肉の喜ぶ声が聞こえますね。筋トレをすると動作が楽になったり、姿勢が良くなったり、血流が良くなって心まですっきりします。今日からあなたもレッツ走トレ。また次の動画でお会いしましょう。